アクリルゲートを使った椎茸型のエコスポンジの作り方を早送りでご紹介します。編み図はコメント欄からダウンロードできます。まず軸から編んでいきます。中指に毛糸を2回くるくるっと巻きつけたら、そこから目を作っていきます。鎖編みを3つ、1段目は長編みを10個、鎖編みを入れて10個ですね。長編みは9個編みます。1段目できたらキューッと毛糸を引っ張って最初の輪を縮めます。2段目は2目減らして8目にします。3段目はさらに 2目減らして6目にします。キュッと狭まったら次は開いていきます。1目ごとに3目、1目を3目に増やしていって、丸い形に作っていきます。次は1目編んだら、1箇所に2目入れるのを3回、1目編んだら1箇所に2目入れるのを4回、これで1周で32目になります。最後持ち手を鎖編みで作っておきます。とじ針に毛糸を通して丸くなるようにとじつけていきます。次は傘の編み方です。最初の部分同じようにして最初は12目作ります。これも一周したら真ん中の糸をキュッと引っ張って縮めます。縮めました。次は1箇所に2目ずつ編みながら24目にします。最後は長編み2つで次1箇所に長編みを2個入れる、これを繰り返して32目にします。2つを合わせて最後に細編みでくっつけます。最後はとじ針に通して同じようにして糸の始末をして出来上がりです。軸の編み方と傘の編み方を別々にゆっくりと紹介したバージョンを作りますので、そちらをご覧ください。